皆さんごきげんよう、えー、仏滅年代論だいぶ長くやってまいりましたもうややこしいですね、えー、そろそろ切り上げますで最後の締めはやっぱり北伝説なんですね、えー、南伝説、修正南伝説とおこのまあ、関連する2つの説について語ってきましたが、えー、今度は3番目の北伝説を最後にね ご紹介しようと思います。これはだいたい日本の学者さんの多くが今もまあ、頼りにしている説なんですけどまああまり頼りにするほど信憑性はありませんけれどもしかしまあ,あの3つあるということなんですね。ちょっと面白い現象が起こりまして今までずっとお話ししてきたように修正難伝説というのはこれはもうヨーロッパの学会のお箱だったんですね。 ヨーロッパではこれをめぐって、まあ、多くの人たちがまあ終戦南伝説の是非をめぐって論じてきたんですがあまりその北伝説そのものを重視するという立場の人はあまりいなかったんです。やっぱりこれ漢文をベースにしてますからね。でそれに対して日本の学会はもう大方が、えー、この今からご紹介をする北伝説に傾いておりました。 えー、特にまあ,あのウィ・ハクジュさんがあの最初に唱えたということもあってね大変大きな力を持ってたんですがこれが1980、えー、年代ですね1980年代に前にもご紹介しましたがドイツで大きな学会が開かれて「仏、えー、滅年代を整理しようじゃないか」という話になったんですがその時に面白いことが起こってこういうテレコ現象が起こって。 ヨーロッパの学者たちは「空やっぱり北伝説がいいんだ」今まで俺たちは俺たちだって失礼私たちは終戦何伝説だの何伝説だのっていうその南の話ばっかり言ってきたけども北にはちゃんとそういうあの北伝説ってのがあるんだからそっちが正しいんじゃないかっていったんですそれに対してあの日本からは山崎源一先生という大変あの立派な、えー、歴史学の 権威ですけどもこの先生が日本から行って日本で、えー、日本の学者として習性南伝説を主張したんですねだからあのそれまでのこの学会の西と東がちょうどその学会を境にしてこういう感じになってきてるんですで今どうなってるかというとこのまんまですこのままです だからあの逆に西洋の人たちは学者たちは北伝説にこう興味を持ちそっちの方がいいんじゃないかという人が増えているのに対して南あの日本ではね今まで北伝説ばっかり言ってきたけども今までその終戦南伝説の重要さをちゃんと認識してなかったじゃないかということで。 えー、こちらに傾く人も出てきて、えー、こんなこんな形になってるんですねそれでその今からその北伝説とはいかなるものかということをご紹介しようと思います。えー、北伝説というのはこれはもうあの、えー、南伝説終戦南伝説があの島の歴史当史というものに基づいていたのと同じように北伝説は逆今度は、えー、北伝ならではの独自の資料に基づきます。 でその資料がこれがまあ一番あのメインになるのがイブ修忍論という,うあのこれはもうインドで書かれた、えー、歴史書なんですね、えー、それからもう一つはバブヤというこれ人の名前ですバブヤあカタカナで書けばよかったですねいつもカタカナで書いてるのに、ね、今回失礼しましたバブヤという人がこれ人が、えー、名前ですがその人が書いた仏教史というこの日本の 資料が今も残っているんですね。下にあのなんかアルファベットをにゃんにゃんにゃんにゃ書いてありますが、これはこのバーブヤさんが書いた仏教史という本の本当のあの実名であります。サンスクリットで書かれているんですね。えー、ま、それはよろしいんです。それでまあそういう2種類の資料があって、そこでどんなことを言われているかということなんですが。まずこのイブ修倫論イブ修倫論には？ という本にはいくつかバージョンがあって、漢文が、え、三本。それからチベット語訳というのがあって、これが一本あって、全部で四本のバージョンがあるんですが。そのバージョンの中の日本が。仏様が亡くなってから、ブッダが亡くなってから、阿承夏が即位するまでは。百十六年だと言ってるんです。覚えておられますか。当史、パーリー語の南の国々の資料に基づくと。仏滅から阿承夏王までは二百十八年なんです。 これ100年違う、およそ100年違うんですね。100年短いんです、このイブ・シュー・リン・論のバージョンの中のいくつかが言ってるのは。それからまた同じイブ・シュー・リン・論の別の流れ系統のバージョンでは、それを160年というものはあります。そしてもう一つこのバブヤさんの仏教史ですね。この仏教史によりますと、それもまた仏滅からアショウまでが、 160年だと言っています。ここはややこしいからまあ適当に見といてくださいあの私が説明した通りです。えー、イブシューリンロンという歴史書とバブヤさんという人が書いたもう一本別の,あの仏教史の本と2本本があってそのイブ「イヴ・修林論」のたくさんあるバージョンのいくつかはお釈迦様が亡くなってから足岡までは116年だと言っている。 その「イ部修林論」のそれとはまた別のバージョン流れですね系統とそれからバブ屋さんが書いた「仏教史」というこの本とのこのこのグループはそれを160年と言っている。どっちが正しいか分かりません。どっっっちもも違ってているかかかしれなななただなんか11と160ってなん116 160と 入れ替わりそうな気もするんですよねだからどこかでどっちかが変わったんじゃないかということもいろんな学者さんが言っておりますともかくこれが北伝なんです北伝ってのはこれは漢文やあるいはチベットなどの北の方へ伝わった伝承なんですねでここには218という数字は出てこないわけですよろしいですかですからこの北伝の資料を信じればそれを正しいとするならば お釈迦様からアショウカ王までは二百十八年じゃなくて、百十年とか百六十年とか、そういう年数になるんです。それで、アショウカ王秘文の年代は決まっているんですね。あの例の五人のギリシャの王様の年代が決まってますから。アショウカ王の秘文の年代だけは、紀元前三世紀の中頃、二百何十年。とそこで、ピッと、こう、ピンで止まっているわけです。 で問題はそこから何年遡ったらお釈迦様の時代なのかというので218年なのか116年なのか160年なのかってこ,これでお釈迦様の亡くなった年が動き出すわけです。よろしいですか。ここが終生南伝説と北伝説との違いのこの分けなんていうか分かれ目になるわけですここがねここのどっち取るかということでね。 でそうしますとで北伝説は今言ったように160年というのもあるし116年ともあるしで他にもねいろいろ探してみるとそういうきちっと年数は言わないんだけれどもともかく100年ぐらいと言っている資料も北伝の中にはあるんです北伝というのはつまり漢文の中国に残っている資料とかチベットに残っている資料とか北の国々の仏教圏で あの使っているものですねそういう,うその資料によればそういう資料によれば、えー、修正南伝説とは違う仏滅年、えっと、修正南伝説が200数十年だったでしょで今のこの北伝説だとそれが約半分の100年ぐらいに縮まるから芭蕉花王の年数がピシッと決まってますからお釈迦様の年代は修正南伝説よりもずっと新しくなるんですね。 お別れですか。かここの間が短いからね。だからお釈迦様はもっと後,後の後の時代の人だということになるわけなんですね。それでで皆さんはどちらを信じますか <laughs> どちらを信じ <laughs> あなたはどちらを信じますかって言われたってわからないよね。これはあの学問の世界ですから実証性が一番何よりの命ですから。それで 私が説明をしました「修正難伝説」というのはもう聞く限りにおいてはもう間違いないんじゃないかとあのものすごくその説得力がありましたですね。えー、偶然というのかないかピシピッとこう合いましたね数字がね。だけどもその修正難伝説も北伝説支持派北伝説をしあの支持する人たちから見ると大いに問題ありということであります。その問題がここに挙げてありますますず えー、修正南伝説の弱点ですね、えー、まずパーリの歴史書もう何遍も出てきたあの島の歴史当史などにこれはねあの他の学者さんが昔々見つけたんですけども「え、この南の国の歴史書の中に北伝説の痕跡があるぞ」と「北伝説らしきものが書かれてるぞ」ということに気が付いた学者さんがいてねでこれがやっぱり。 なああ南はや怪しいんだとやっぱりあの北,北の、うん、北伝説が正しいという、まあ、根拠になってるわけです。それはどんなことが書いてあるかと言いますとこれ当史とかね当史に書いてあるんですちゃんとね。どう書いてあるかというと第第血血の年後に第三血獣が開かれれるとお釈迦様は予言されましたつまり第一血獣っていうのはお釈迦様亡くなった直後でしょ。 あのウパーリさんんとかね、ああなんだだからこれ仏滅と考えますねお釈迦様亡くなった時と考えるそっから118年後に第血獣が開かれるという。でこの第三血獣のことはほとんど申し上げておりませんがこの第三血獣の時に阿蕉花王が王様だったということが当時に書いてあるんですつまり当時自身がお釈迦様亡くなってから芭蕉花王までが118年だと言ってるこれはる。 年とと言言っっててていた別のの同じ投資がるるあの数字と矛盾してるわけですもちろんねいろんなこと言いますよこの1は2の間違いじゃないのかと118じゃなくて本当は218あの例の218年だったのが書き間違いで1になったんじゃないのかという学者さんもおられます。 いやいや、なんか書き間違いなんかあるかっていう人もおられます。僕伝説で。ここはもう解決みません。それからもう一つ、別の箇所に、同じ当史の別の箇所に、118年後にモッガリプッタという名前の大変立派なお坊様が現れると言っております。このモッガリプッタこそが第三血獣の主催者です。つまり一と二は同じことを言っている。お釈迦様が亡くなってから、第三血獣モッガリプッタの時代、すなわち、 昭家が統治していた時代までは118年だというはあの記録が当時自身の中にもまあなんていうか埋もれていたんだとこう書いてあるんだとでねあのこれを信じない人つまり終生難伝説側に立つ人たちに言わすとこの「118年」という数字はお釈迦様が亡くなってからじゃないんだとこれはあの第二血獣つまり お釈迦様が亡くなって100年後に開かれたという第二血から計算して年なんだとだから足してみなさいほら218年でちゃんと終戦難伝説に合うじゃないかっていう人もたくさんいたんですがそんな無茶な読み方できるか書いてないじゃないかと第二血獣なんてどうにも書いてないじゃないかっていうのが反対側の人たちの見解であります。私は 分かりません。どちらが正しいかどちらも間違っている可能性もありますそしてですねまだ弱点があるあごめんなさいまだね弱点があるんですよ第二血中のあ,じゃあごめんなさい「修正難伝説」の次なる弱点はこうです。にによれれば、ここも投資に書いてあることですが、 仏滅から芭蕉化までの218年間に律を伝えた律、まあの専門家の系譜は5人であったと218年で5人の人が律を伝えたと次々先生から弟子先生から。ということは218を5で割ってごらんなさいと1人何年になりますかということですねそうすると、えー、40年ちょっとですか1人40年ちょっとずつリーダーであった律の専門家であった。 の40年別におかしくないじゃないかと思うかもしれませんが、実はお坊さんになるためには20歳になってないとお坊さんになれません。しかも人から先生と言われるようになるまでには、さらに10年間の修練を積む必要があると決められています。したがってその人がリーダーになるためには少なくとも30歳にはなってるはずだ。で30歳になってから40年ずつ先生になって後を継いでいったとすると、 5人の人の平均年齢が最低でも70歳ということになるこれは当時のインドではまず考えられないことだと5人続けてねそれ以上の年数でいたというのはこれはもう偶然偶然そんなことがありえないはずだとだから218年というのはえごめんなさい長すぎるんだえどっどちら長すぎるんです長すぎるの。 5人で継ぐんだったらこれの半分ぐらいで 100, 100年ぐらい116年だったら会うでしょうとこれなら5人でやれるでしょうと5人継げるでしょうと次々ね代々ねジェネレーションがつながるだろうとこういう話これによって終戦難伝説は弱いといととうことになります。それから南方仏教国で終戦難伝説が使われていた証拠がないんだとこれはですね 終章天気説は終戦難伝説に合うわけです。であれは南の国からやってきたと言いました。だから南の国スリランカや東南アジアでは昔は正しい終戦難伝説が使われていてそれが後になって60年ずれちゃって今の難伝説になったんだろうとこれがまあ終戦難伝説を支持する人たちの考えですがいくらスリランカや東南アジアの歴史を遡ったりあるいは 土の中から出てくるるいわゆる石に掘った文ですね。そういう昔の情報をいくら探しても出てくるのは皆、えー、難伝説ばかりつまりもともと60年のその何ていうかあのずれている終戦難伝説とは違う60年ずれている古いなあの伝統的な説ばっかりで昔終戦難伝説が使われていてそれが後で変わったという証拠が一つも出てこない。 古い資料も全部南伝説を支持します。したがってこの首相転記説というのが、これはもうただ一つ南方から伝わったと言われる奇妙な説で、それを支持するあのなんとか資料は何もないんだということになって、首相転記説なんて信用できないということになるわけです。こうして北伝説が正しいんだと主張する人たちが、 終難伝説の弱点をつくわけですねしかし終戦難伝説の側から言えばこれは当然北伝説の,その100年とか116年とか160年とかバラバラじゃないかとちっとも正しくまとまった歴史史料じゃないじゃないかそんな漠然とした暴漠としたあの資料で、えー、その,あ,のあれですね仏滅を語ることなんかできやしないといってここはもうあの解決できない状態なんですね。 はい、それであのこれが解決できるかどうかは分かりません次回これに対してす、ね、ごく最近見つかった非常に奇妙な事実をもう一つだけご紹介をしてこの,あの「仏滅年代論に」にまあけりはつかないんですけれども一応のさようならをしようというふうに思っております。で次回でこの仏滅年代論というか全体としての歴史散歩 ですね、これ大変なこともう歴史探検みたいになっちゃってるけどもこの「歴史三法」一応終わりまして、えー、その次から、えー、今度はまたお釈迦様の教えですね、えー、今度は相応部三ユッタニカーヤ漢文でいうとゾウアゴンと呼ばれるそれに相当する部分のまあなんていうかエッセンスですねお釈迦様の教えというものについて、えー、スッタニパータやダンマパータよりもちょっとさらに進んで あの哲学的に深みの増した教えについて、えー、ご紹介をするというそういうシリーズを始めようと思っておりますあの歴史散歩シリーズは次回で一応締めということにいたしますので、えー、どうぞそのつもりでいてください。じゃあ今回はこれで終わりますご記念